マジュンガサウルスは、約7000万年前から、ケーピコグラム境界にかけてのマダガスカルに、生息していた、リュ,ーバュウバンモクアモクケラトサウルス下目アベリサウルス、かの恐竜。目下のところ、クレンナティッサムスの一種のみが知られている。マハジャンガ州の中央部にある、マハジャンガ盆地のマーストリヒチアン堆積層の一つで、ある、マエバラーの類層より産出している、すなわち、 マエバラーの動物賞に属する全滅種である。俗名の構成要素であるマジュンガは本種がマダガスカルはマジュンガ州の州都であるマジュンガの近くで出土したことに由来する。現地語であるマダガスカル語ではマハジャンガと読み書きするが学名に採用されたのはフランス語の綴り字である。サウルスの方はトカゲを意味する古代ギリシア語普通名詞。 シグマアルファーローに由来する分類学用診テ天語名施設ビジサウルスであり、爬虫類を意味するが恐竜に用いられることが多いため、恐竜と異訳して差し支えない。なお、マダガスカル語の方は同時期の同地域で共存していたマエジョンゲセカスの学名に採用されている。種商名クレンナティッサムスは、そのまま分類学用診テ天語クレンナティッサムスであり、ベリークレネイト、 際立って、遠距離上のを意味するが、その構成要素はいずれもラテン語の CDNA 機と、イッサムスである。CDNA 機は、ナッチット、トゥースット、ノコギリ状の葉を有するを意味する、クレネタスから来ており、イッサムスは、モースト、ベリーマッチ、最も多くの、非常に多いを意味するという。ただし、言語的正確性を背負って中記するなら、イッサムスは強調の設備時であり、それ自体は、 多くの、多いなどといった語彙を持たない。メガラソリスクレンナティッサムスとして1896年に記録された標本 M クレンナティッサムスの骨格化石標本ロイヤルオンタリオ博物館の展示物。いずれも化石標本 FMNHPR2100 フィールド自然史博物館所蔵。化石標本 FMNHPR2836 フィールド自然史博物館所蔵。ロイヤルオンタリオ博物館における展示。ネオタイプ MNHN-1、フランスの国立自然史博物館所蔵。マジュンガサウルスは、まだ南半球の中緯度地域に位置していた頃のインド、ア大陸で形成された、ラメタ類層から出土しているラジャサウルスやラヒオリサウルスとの強い類似性が認められることから、 そもそも後期白亜紀のマダガスカル島はまだ完全に孤島化しておらず、ゴンドワナ大陸のアフリカ大陸部から東側へ分離していくことになるマダガスカルとインドア大陸部はたびたび繋がっていたのではないかという学説が提唱されるようになった。以下のクラドグラムは古生物学者、ティエリー・トゥルト・ザ・ラによる2014年発表の説に基づく。左 M クレンナ・ティッサムスの骨格図。 右推定された本種、他地域のアベリサウルス過重脚類、人の大きさ比較、データベースはグリージョイ・デラクア。王子のマダガスカルを想起した生体復元図1頭のラペトサウルスを2頭のマジュンガサウルスが左右から攻撃している。手前にいるラペトサウルスの子供は親の窮地を目の当たりにして戸惑うばかりといった体で逃げる様子もない。そして、 水辺にいる2匹のマシアカサウルスがラペトサウルスの子供に興味を示している。もっとも、マジュンガサウルスの狩りが終わらないうちはおいそれと手出し、できそうになく、また、相手が子供であろうとも彼ら自身がラペトサウルスの健康体を仕留められるとは思えない。なお、水域のこちら側にある土手には2匹のベールゼーブホがいる。プレートテクトニクス理論に基づく、マダガスカル島や、 その他の陸地の移動経緯と、マダガスカルの動物賞の図説中世代の動物賞の枠内には、マエバラーの動物賞に属する絶滅動物として、本種のほか、マシアカサウルス、ラペトサウルス、マハジャンガスクス、シモスクス、ラホナビス、ベールゼブホも掲載されている。高さ約2.7メートル、体長約8メートル、推定体重約1トン。 肩頭竜類に似た骨格をしている。胴体から尻尾にかけて小さな骨の突起のようなものが多数ある。頭の上には8センチメートルほどの太い角が突き出ており、これで頭突きをして戦った、あるいは生体であることを示したりメスを引き寄せるために派手な色をしていたとも考えられる。オは狂人。前肢は非常に短い。甲子も短いため、 走る速度はそれほど速くはなく、16時速 24km 程度と推定される。脊椎や肋骨の間が機能で満たされていたと応募式跡が見受けられ、体そのものは軽快な作りであったと推定される。頸椎は非常に頑丈で、筋肉の付着面が大きいことから、大型の獲物を餌にすることができたと考えられる。 脳の構造から視覚を司る部分が十分に発達していないため、視力は弱く、立体視も未発達であったことが分かっている。2020年の報告によると、とあるマジュンガサウルスの骨格化石には、複数の病変や怪我の痕跡が残されていた。これは怪我の後遺症や免疫不全により、一度でも負傷するとその後も負傷しやすくなるためとされている。 マダガスカル島での頂点捕食者であったと考えられる。肉食性のマジュンガサウルスは、中型ティタノサウルス類のラペトサウルスやバヒに、ノアサウルス科の小型獣脚類であるマシアカサウルス、そして、現鳥類のラホナビスといった恐竜類のほ他、魔鳥類のボロナ、ゴンドアナ獣類のアダラテリウムやビンタナなどの哺乳類と共存していた。また、 ワニガタルジフォースクス類のアラリペスクス及びシモスクスやメタスクス類のマハジャンガスクス、新ヘビシタメのヘビであるマドトソニアやケリオフィス、カメメの金庫にケリス、基地で史上最大級のムオ類であるベールゼブホトも共存していた。そして、頂点捕食者である本種は、機械さえあれば、蒸気の動物の多くを捕食していたと考えられている。トモグマダガスカルという狭い孤島の中で、 生活していたため、他個体との接触の確率が高かった可能性がある。敵との接触から子供を守るため、メスはオスよりも戦闘能力が高かったのではないかという説もある。発見されたマジュンガサウルスの化石には、同種の歯に傷つけられた跡がいくつもあったことから、本種が時にともぐいをしていたのは間違いない。しかしながら、ともぐいをしていたからといって、彼らが、 日常的に同族を餌食にしていたとは限らない。現在でもともぐい、同族殺しが起こるのは、環境が悪化した時や、群れ内部での力関係が変わった時、そして、縄張り争いが発生した時が多い。また、ワニのように運悪く捕食が発生する、可能性もある。BBC のテレビ番組、プラネットダイナソーでは、エピソード3、最強のハンターにて、本種が登場し、 ともぐいの様子を映像化している。ここでは、数少ない餌をめぐって2頭が争い、餌を奪おうとやってきた側の個体が死闘の末に、倒されるが、倒された個体が倒した側の個体に食われてしまう。この描写は、実際の同種の葉の化石に痕跡として認められる、傷を根拠として再現された。骨格化石標本、日本での展示例。ありがとうございます。